一気にドーナツ、簡単にドーナツ作ろう。カスタード2個、ココア2個、そして次に別のものを作ります。同じようにまたここにお水を入れます。生地を同じように作っていきます。同じように混ぜていくと、こんな感じで。ココアの生地とカスタードの生地ができました。次に、ドーナツを作ります。つけるようにつけて、この感じで。次に、
次に、バニラのソースを加えます。ハートのソースを加えますよ。次に、隣で今度はいちごのソースを作ります。はい、次はいちごのソースの素を、次に、生地を作った最初のトレーにチョコレートソースの素を入れて同じようにソースを作ります。はい、次にこの絞り袋にチョコレートソースを入れていきます。最初の上を少し動かして、量が少ないのでできるだけ端の方を見てください。挟んでここを取って重ねをします。そのまま付けてしまいます。